皆さんこんにちは、エンターアートの大阪ゆかりです。私がニューヨークで所属しているヤーサマーダンスシアターのダンス短編映画 3x13 が公開となりました。タイトルにもある通り私も出演していて、概要欄にリンクがありまして無料でご覧いただけますので、この動画の後にぜひご覧になってください。今回は改めてヤーサマーダンスシアターはどんなダンスカンパニーなのか、映画 3x13 の内容はどういったものなのか、そして私の撮影がどんなだったのかをお話しして、映画本編をより一層楽しんでいただける豆知識をお伝えしたいと思います。それでは行きましょう。まずエアサマーダンスシアターなんですけれども、2005年にニューヨークでアラブ系アメリカ人の振付家サマーハダッドキングによって立ち上げられたダンスカンパニーです。私も立ち上げ当初から15年参加しています。コンテンポラリーダンスの中でもダンスシアターという演劇的なダンスを世界各地で上演してきています。2011年頃からサマーハダッドキングが中東のパレスチナに移住したことで、ニューヨークとパレスチナの2拠点を中心に活動しています。今回の映画 3x13 はコロナウイルスの影響で、まあ、日本ではねいろいろ制限がありながらもダンスカンパニーが公演をしたりとか、ダンススタジオとかダンススクールがオープンできていると思うんですけれども、ニューヨークやパレスチナを含む世界の多くの地域でそういったダンサーが集まってリハーサルをするとか、ダンサーが集まって踊るっていうこと自体が全然できない状況になっている地域もたくさんあるんですね。ダンサーが集まって踊らなくてもこうダンスを発信できる方法ということで、今回この短編映画の制作につながりました。今回はエアサマーダンスシアターに以前から参加している私のようなダンサーだけじゃなくて、世界中からダンサーを募集して世界の8つの地域、キューバ、エジプト、フランス、マリ、メキシコ、パレスチナ、サウスコリア、韓国ね、そしてアメリカの8つの地域の12人のダンサーが出演しています。12個の3分ぐらいのショートフィルムで、それぞれのダンサーが自分の人生を変えられた、自分の人生が変化した出来事を語っているという内容になっています。それぞれのダンサーの実話がベースになっています。撮影はダンサーが自分でスマートフォンで撮りながら踊るっていう手法で撮影されました。リハーサルでは、ズームミーティングとかビデオで、サマーハダッドキングの作った振り付けをまずみんなが学んで、そして踊るのと同時にどういう画角で撮るかっていうのも、こと細かく何度もリハーサルしました。それに加えて、それぞれのダンサーが基本の動きとは違うところをする部分とか、即興をもとに動きを組み立てたりとかっていうのも、すべてオンラインのリハーサルを通して行われました。それぞれいろんな過去のあるダンサーたちが異なる土地で一つのダンスを踊っているということにね、注目してご覧ください。12個の映像を同時に見ることができるセクションもあって、それでダンサーたちの動きがリンクしているのとかも見ていただけるようになっています。字幕は英語とアラビア語しかないんですけれども、いろんな土地でいろんな風景の中でいろんな人種の人が踊っているので、言語関係なくても楽しんでいただける内容になっているんじゃないかなと思います。ちなみにこの映画の音楽はルー・タイデスさんのオリジナル楽曲となっていて、映像のディレクターはエイミー・イマニシという日系アメリカ人の人です。私の撮影はその映像ディレクターのエイミーちゃんと2人で真夏の早朝のブルックリンの地下鉄から始まりました。会社もほとんどが在宅勤務で、美術館とか劇場ももちろん閉まっていて、用事がなければ地下鉄に乗るようなこともないような、そんな状態で、私も去年2020年の3月のロックダウン以降地下鉄にも一度も乗っていないという、そういう状況だったんですけれども、地下鉄で撮影しました。ニューヨークではパンデミック以前は公共の場でフェイスカバーとかマスクをつけることってちょっと非常識っていう感覚だったんですね。なんか犯罪者とかこれから犯罪を犯しに行く人が顔を隠すためにつけてるんじゃないかぐらいのねものだったんですけれども、パンデミック以降は公共の場では着用が義務付けられていて、
他の地域の出演者はあんまり人気のないところで撮影していて、マスクをしてないかったりもするんですけれども、私はマスクを着用して撮影しました。注目していただきたいポイントは、ニューヨークのいろんな風景のディテールが見えるっていうことです。やっぱり手に持って撮影していて、地下鉄の車内とか駅とかでの撮影が多かったので、こう普段のテレビとかで見る映像では見えないような、すごい近い距離感でディテールが見えるっていうのがポイントだと思います。あとブルックリンで電車の車内から見える日の出の映像とかも最初にあるし、グランドセントラル駅の有名な星座の天井とかも映っていたりとか、最後のシーンのロケーションはタイムズスクエアです。私自身も YouTube 動画などでダンス映像を撮影してきていますけれども、また自分一人でやるのとは違った形で限界を突破できているんじゃないかなと思います。というのも、結構振り付けがゴロゴロ床の上を転がり回るような振り付けだったので、このね、世の中がコロナウイルスで清潔に清潔にってなっている中、屋外とか地下鉄でゴロゴロしています。あの状況で自分が振り付けしていたら、こういう動きは生み出せてないんだろうなっていうふうに思います。あとディレクターのエイミーと一緒に行動できたっていうのも、恐れずに踊ることができた理由じゃないかなと思っていて、というのもコロナウイルスがアジアで発生したっていうことで、アジア人ヘイトをするニューヨーカーも一部はいる状況なんですよね。で、まあ普通に考えて電車の中とか駅とかでゴロゴロする、もう怪しいじゃないですか。しかもコロナ禍で、それを一人でやっていたら、周りの目とか周りの人に不快感を与えてしまうんじゃないかっていうことがすごく怖くなってしまって、思い切ってできなかったんじゃないかなと思います。もちろんね、ソーシャルディスタンスは守りつつ、周囲に迷惑はかけないように気をつけながら撮影はしました。撮影している時は夢中だったんですけれども、終わってから感染してないよねとかは思いましたよね。大丈夫でしたけど。撮影の日に、本番の撮影の合間に撮っていた映像があるので、少しご覧ください。今日はヤーサマーダンスシアターの撮影で、ロッカウェイビーチに来ています。ここから撮影始めます。あ、エイミーが来た。今途中の休憩で、休憩というか日暮れ、日没待ちで、ブライアントパークというマンハッタンのミッドタウンにある公園に来ています。なんか皆、人々はソーシャルディスタンスを保ちながら、元気に暮らしてる感じ。途中でね、脱ぎ履きしやすいようにサンダルで来てたんですけれども、ビーチサンダルで、サンダルのまさかの鼻緒がね、今日に限って切れるっていうことがありまして、なんか途中にあった店で600円ぐらいで買いました、この靴。硬い地面とかコンクリートの床とかで踊り続けているので、体がね、もうとても痛い状況なので、この休憩時間にストレッチしてほぐして、また次の撮影に備えようと思います。 OK、 撮影が終わりました。ちょっとね、本当ドロドロのボロボロで終わりましたが、いい映像がたくさん撮れたんじゃないかなと思います。あとね、ちょっとモノローグを撮影したりとか、ちょっとしたシーンを撮ったりとかはあるんですけれども、基本的にダンスの撮影は今日1日で終わりました。朝の6時15分から今9時ぐらいかな、約15時間なんとか無事に終わってよかったです。こんな感じで普段の YouTube 動画では見せないようなメイク、髪型、衣装になっております。ナチュラルっていうか、ニューヨークのコンテンポラリーダンサー的な感じ、
普段私がリハーサルをニューヨークでしているときはこんな感じです。私のストーリーは、日本でバレエダンサーをしていた私がバレエカンパニーを辞めてニューヨークに来た頃の話がベースとなっています。だいぶ脚色はしているんですけれども、こうプロのダンサーを目指したりとか、自分にとってもっと広い世界とか新しい世界を目指してどこかに行った人の物語に通じるものがあるんじゃないかなと思っています。最初モノローグ、ナレーションを日本語で話すっていう案もあったんですけれども、どうもこう音の感じとかリズム感がしっくりこなくて、結局英語で話すことになりました。なんかこの英語のセリフもディレクションしていただいて、演技指導をしていただいて、こういう雰囲気でこういう感じで喋ろうっていう指導をしていただいて、私はこうニューヨークに来てまだ数年の若い頃の自分の感覚っていうのを演じているっていう感じになっています。だから自分なんだけれども過去の自分を切り取って役として演じているというか、そんな感じ。ダンスもモノローグもそういう感じになっています。こういった裏話も込みで楽しんでいただけると嬉しいです。他の11人のエピソードもそれぞれ見応えのあるものになっていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。